30度、40度、50度。いよいよマック赤坂でございます。皆さんが待ち待った政見放送。半年間のお待たせ。まさか半年後にまた政見放送ね。詰めある。名古屋弁で行くんだかね。まさか半年後にまた政見放送やるとは誰も思ってないですね。そしてまず NHK が1月31日あさってです。金曜日の夜の11時、皆さん起きてるでしょ。11時だったら寝たらダメだよ。夜の11時からマック赤坂マックちゃんの政見放送ね。そして民放は今回テレビ東京です。テレビ東京見る人誰もいないよね。テレビ東京2月の4日の朝の4時誰が見るかい。見るのはテレビ東京の関係者誰だよ。な、投票率を上げるために投票所に行きなさいと言ってるくせに政見放送を放映されるのは朝の4時な。朝の4時は起きてるか。一番起きてない時間だよね。朝の3時とか4時っていうのは5時も。ただもし万が一起きていたらすごい興奮して眠れません。今回は大成功しました。 NHK はまあまあだったんだけど、テレビ東京の方が120点、100点満点で120点自己採点だ。その20点分は政見放送っていうのはね、何分で知ってる？見たことない？5分30秒。あ、キスマイフォーク見たことない？ TBS の。あ、インターネット出てるから見なさい。マック赤坂出てるんで。TBS。5分30秒の中で、ね。お、それが勝負。で、今回は、テレビ東京の民放版が5分を過ぎてからが面白いです。とんでもないハプニングがありました。台本にも何もない、台本にもないハプニングが今回の民放版、ぜひ採用してください。そして問題は NHK です。今回は大変なことになりました。なんとそのコスプレを着て、あの NHK あそこですよね、シリアの放送センターあるでしょ、あそこにそのコスプレを着て、だって着替えるとこないんだもん。そのコスプレを着て乗り込みました。そしたらずらっと NHK のお偉い方が、これ声割れてない、大丈夫か、ずらずらずらっと10人並んで、マックさん、それはダメですよ、それ OK 出ません、なぜですか、それは服ではない道具ですと。あのね、政見放送知ってる？決まりがあって2つやってはいかないことあるんです。はい、1つ何でしょう。道具を持ち込んだらダメだ。従って私はいつもこれで指揮棒の代わりにやってるでしょ、小沢誠二なんか言って、
小川ステージの生まれ変わりですから、私、本当に。こういう道具は一切持ち込んだらダメだ。もう一つダメなことは分かる？政見放送やってはいけないこと。音楽はダメだ。音楽はダメだから、タッ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 、口であるのは何やってもいいね。カラオケになるんですよ、カラオケ。そして今回は NHK が大変なことになりました。あわやマック赤坂の放映禁止という事態まで行きました。一番大きな問題は私が着ていたコスチュームです。NHK の解釈は、マックさん、これはコスチュームじゃない、道具だと。日本国憲法の第9条の解釈と同じように、延々とその議論は続きました。そして、マック赤坂と NHK、最終的には決着はつきませんでした。そしたら NHK の局長が東京選挙管理委員長にその場で電話を入れました。そしてありがとうございます。 NHK と選管とはまた解釈の相違ということで、また1時間かけて合計2時間ほんまで。そしてどうしても NHK と選挙管理委員の間でも結論が出ない。そして最後はマックさん、これ無理ですよ、それ言われたんで分かりました、そこまで言うんやったら私は立候補を取り上げます、300万返してちょうだいと言ったんですよ。返ってきたと思う？300万円。選挙に詳しい人いない？300万が供託金です。300万円。残念ながらある程度お金がないと立候補はできないようになってる、今日本はね。300万返ってきたと思う？あ、聞いてない？聞いてる？聞いて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 聞いた。300万返ってこない。わかります、なぜ返ってこないか。立候補を公職選挙法第285条、立候補を取りやめることができるのは告示日の5時まで待ってる。したがって告示日が1月23日、その5時までに文書でもって取りやめの届けを選挙庁に出す。選挙庁って尾崎昭一というおさむさんおっさんですよ、知ってるでしょ、友達です、もう10回も出てるから。通と役割ですよ。その300万返ってこない。そして俺はもうそしたら政見放送出ない、言っちゃいました。そしたらその電話口に出た選管の委員長が、マックさんの出ない政見放送はありえない、そんなの誰も見ない、投票率を上げるためにマックさんどうしても出てほしい、ただしマックさんが今来てるのはダメだよ、それなんです。私もね、頑固です、言い出したら曲げない、これは道具ではなくて服です、朝昼晩これを着てるんです、寝る時もこれを着て寝るんです。そしてとうとう
私が出ないと困るでしょということでねじ込んで OK 取りました。ただし一つだけ交換条件がある。このスタジオを飛ばないでください。そういうふうに言われます。さあそのコスチューム何でしょう。あなた当てて。わからない。飛ばないでください。飛ばなかったら許すというふうに言われた。さあ何でしょう。ピョンピョンシューズ。ドクター中松のピョンピョンシューズ。違う。まあそれは31日のお楽しみです。そしてぜひこの残り少ない選挙戦、まあね、私はもう政見放送芸人だから、政見放送が録画撮りが終わって、それがオンエアされて YouTube にアップされて、やっとマック赤坂が選挙に出てるのかと。本当だよ。だって新聞が何も報道してくれないんだよ。そうやろ。討論会の4人しか呼ばない。なんでやと。これこのまま選挙じゃないわな。16人出てるんや。16人出てるうちに討論会呼ばれるの4人だけや。こんなもん民主とちゃうわ。呼ばれる方も呼ばれる方だよ、ね、そのもん出ないというのは見識であり良識であり、それが人間や。人間もクズや、みんな。立候補者もメディアも、まあこれ言い出したらさ、ご飯が美味しくなくなるから、まあこの辺ぐらいにしといて、まあちょっと音楽かけようか。